どうもこんにちは。今回の動画は名鉄すごろくの旅第1回後編です。前編をまだ見てない方は先に前編から視聴することをお勧めします。またルール説明は一応流しておきますが、詳しくは前編に掲載してありますので、そちらをご覧ください。前編視聴をめっちゃ押していくスタイル。ルール説明なんてもはや全部読めるような表示の仕方じゃなくて草。それでは本編をどうぞ。すごろくの旅後編は名鉄名古屋駅からスタートです。シュンカー天皇家。マジで投げ方するからだろ。危ない、なんとか乗れました。外出てサイコロ振ってよく2分後の列車乗れたものだ。山王駅のお題はこちら。一回休み。これは次来る15分後の普通列車は見送り、30分後の普通列車に乗車せよというものですね。今の時間は11時過ぎ。もう早いけどこの30分でお昼ご飯探すか。そうだな。普通に食べに行ってもつまんないし、購入できる昼食の上限金額をサイコロで決めよう。いいねそれ。じゃあこんな感じのルールで。望むところだ。怖い。昼飯をかけて。500円ぐらいがいかがし。何のゲームの真似だよ。よし、500円。ということがあったとさ。うぷ主撃沈で草。いやうまかったなぁ。む。あれ、うぷ主何買ったんですか？これだよ。ポテトチップス草。あれれ、上限金額を8円オーバーしてるようですが。8円くらい許してくれよ。いやこの8円分の処罰はどうしようか。なんでこういう日に限っておにぎり100円制になってないんだよ。全部130円とかだしさ。で、8円分はどうしましょうか？僕もどれから8引いていいよ。やめときます。ところでなんでポテトチップスにしたんですか？よくぞ聞いてくれた。皆さんお忘れでしょうが自分は胃の異常を持っている。あの栄養価しょっぱいポテトチップス。この組み合わせは最高だと思わんかね。あ、太るやつだ。さてその組み合わせであと何時間持つかな。腹減ったら裏で食べてしまえば。ダメです。この普通列車で金山駅へ行きますよ。ところで山王駅でサイコロ振ってないけどいいの？この旅のルールで、チェックポイントの1駅前に泊まった場合は無条件でチェックポイントの駅まで進むことができる。というものがあるのでサイコロ振らずに休んでもいいんですよ。なるほどね。金山駅に着いたら次は僕の番か。緊張するな。飛び出して空港に行くのも面白そう。空港いいね。金山に戻ってきた。やっと2回引き金山駅に着くと早速特難のお出迎え。この5701編成もあと何回見れることか。今回は別にやらなくてもいいんですが、金山駅のお題のミュージックホーンを聞くまで駅に滞在せよ。お次の乗車電空までやってみますか。まずは1本目。これはもう、まあこんなもんだよな。2本目の特急岐阜駅。これもミュージックホーンはならず。次の快速も、ならないですね。ニュース会。電空もならんか。これ1本目の列車、の、ならず、もうこれになったか。これ2本目。開始から20分となったぜ。これは結構いい結果でしたね。これが自分にとっての2019年から半年の実験になりました。あや、ハーフですか。もう明日から行けないか。それじゃあサイコロ振りに行きますか。自分までチェックポイントないから一気に進むチャンスだよ。うん、頑張るよ。ついでに次の豊橋行く特急も取りましたが。本数ならなったで、ね、劇的にサービスだったのかな。ちなみにあの特急とこの5701府が同時入線してました。金山駅の定番光景だな。サイコロタイム。進めるやつ出してくれよ。それで箱の普通列車で6駅先の元星崎駅へ。編集の時気づいたけど金山駅に30分もいたんだね。ミュージックホーン検証とかやってたしな。寄り継ぎ停車で。何気に停車はこのチャンネルでは初めてかもしれない。いつも通過ゲーだもんね。有名撮影地である桜カーブを通過。桜駅に泊まってこのカーブに撮影に来るのも良さそうだったね。ここはいつでも来れるからいいじゃないか。元笠寺駅では5分間の停車。この間に急行豊橋行きと快速豊橋行きに追い越されました。
寺対比の普通って結構な本数に抜かされるよね。そして元笠寺駅を発車。この駅はサイコロの旅第1回でも来たよね。懐かしいぜ。もう半年が経ったもんね。乗ってきた列車をお見送りして、この駅のお題を確認。元星崎駅のお題はというと、列車を下から体感せよ。なんじゃそりゃ。この駅の近くに線路の下に入れるところがあるんですよ。あ、もちろんちゃんとした通路でですよ。そりゃそうだ。この駅のお題はその通路兵器、列車の通過を体感したらクリアです。5分あれば終わりそうなお題だね。ちなみに、というか今通過した列車、前日に運用を開始したばかりの3312編成でした。その通路ってのはこれだな。本当に駅からすぐのところだったね。俺のターン。1とか出すなよ。おっしゃ5だ。やったぜ。そういえばこの駅の豊橋方面のカーブ結構良かったです。ここの区間は S 字カーブになってるからな。ちなみにあそこは元星崎カーブっていうところですよ。それじゃあこの普通東岡崎行きに乗っていこうか。この時間帯の普通列車は3500系が多いのかな。4両編成分も乗らないと思うんだけどね。来たのは更新車だったね。この駅も木田吉田駅ほどではありませんでしたが、電車とホームの間に結構間がありました。後でいろいろなことがある中京競馬場前駅に停車してから前後駅に到着。この駅のお題はサイコロを振って出た分だけ前後する。前後するって言っても戻るだけだけどな。ここでこういうお題来ちゃったか。岩戸駅のお題を前後駅のお題にすればよかったのに。確かに。3が出たので3駅戻ります。なんであんなに4を連呼してたの。ここから4駅前って鳴海駅じゃないですか。普通列車で3駅戻るよりも急行停車駅同士で戻った方が絶対いいのでね。本数も普通と急行じゃ全然違うし。そういうことね。でも列車は3人で3駅前の高山の駅まで戻ります。普通列車分まで10分くらいあるわけだ。1030系の通過シーンを撮影してから1200系の通過列車を撮影。この駅は縦で写真撮った方が良さそうだね。それで縦で撮ったのがこちら。何か違う。どこだろう。それで箱の普通列車で来た道を引き返します。車両はまた3500系だね。前後駅を発車したね。この時の折り返しがこれからのエンドレスセクションの始まりだとはまだ誰も知らなかった。途中1700系の3頭とすれ違ったぜ。名古屋乗務区の運転士さんで3頭にするのは珍しいですね。この列車すれ違う時に爆音警笛鳴らしてたね。作業山駅に到着。さて、ここで僕が決めてサイド一気に進みますか。決めてくれよ。おっしゃ、号出して藤松駅に行ったろ。なんだよんかよ。なんだっけこれ。4駅進む。すなわちこの列車で豊明駅まで行きます。車両はまたまたまた3500系だね。豊明駅まで行って確か。お察しの通りですよ。これはこの後さらに戻る予感がしてきた。任せたぞ船を。前後駅では準急豊明駅に乗り換え。これに乗った方が数分早く着くもんな。前後駅出発も SR の急行とすれ違って、終点豊明駅に到着。さあもう一度僕のターンだ。豊明駅のお題はこれだぜ。10面サイコロチャンス、カッコ戻る。振った分戻るのにどこがチャンスだよ。一応だから1駅戻って終了だね。え？運命の時間。はーい、終わったー。いやいやいや。ここから8駅戻るというと、前後中京有松左京山鳴海星崎笠寺。で、桜まで戻るのかよ。こりゃ相当時間ロスだ。まさか10面サイコロで3番目に大きい8を出すとはね。電線の後ろが風にはどこに行っちゃったのかな。この区間にとって8駅戻るというのはまだまだちょろいものだった。先ほど戻ってきたばかりの左京山駅、今回はさらに奥まで戻ります。大変だな。あの時1が出てればな。すいませんでしたね。鳴海駅で特急の追い越し待ち。私たちが豊明駅に
安全確認があったらしく、この列車は数分遅れて運転してました。カットして桜駅に到着。いつもの駅だ。サイコロ振るために買いか違い出ますか。ここからどんと大きい数を出して一気に進んでやる。何やってんすか団長。止まらねえからよ。1進むってほんの1キロ先の元笠寺駅なんだよな。チッチッチ、皆さんまだ気づいてないですね。何が。この普通列車は元笠寺駅で待避を行います。すなわち5分間の停車。その間に元笠寺駅のお題をクリアして、この列車に再度乗車すればいいんですよ。お、頭いい。とてもなると思ったのかボケ。言い訳は見苦しいぞ。さてじゃあ、急いで改札が行って。僕から三つ山しっか。はい、いいや。本厚木元塾でええや。元山だラスト。ここでよくね。元からじゃな。オッケー。お題を難なくクリアし、サイコロタイム。動画は撮り忘れましたが、船尾が5を出しました。なんで吐き戻る時とかは撮っておいて、5進む時は撮ってないんだよ。だって撮り始める前に振り始めちゃうんだし。再度先ほどの普通列車に乗車することに成功し、5駅先の中京競馬場前駅へ向かいます。この駅のお題が私たちの疲労感を一層増させることになるとは、この時誰も知らなかった。中京競馬場前駅に到着。この駅のお題はというと、中京競馬場って言ってパノラマカーを見ろというものです。中京競馬場のパノラマカー見るのは初めてだから楽しみだぜ。30分後。あれ、おかしいな。全然つかない。調べてみたけど、駅から門までと歩30分以上かかるらしい。なんだよ駅名の前って。競馬場自体には徒歩10分で着くけど、パノラマステーションがあるところまでは徒歩40分ほどかかるみたいだね。当たりのお題かと思ったら外れだったか。さらに5分後。はぁ、はぁ、やっと、着いたか。って、ちょっと、なんで閉まってるんですか。もしかしたら競馬が終わっちゃったのかもしれない。そんな。駅からかれこれ40分近く歩いてきたのに、お題はクリアできずか。残念だったな。もうこうなったらクリアのしようがないので、特別ルールでこのお題はスルーします。これから30分後。さっき来たやん。なんでよ。私たちは中京競馬場前駅ではなく、ある場所に到着しました。そのある場所とは前後駅です。調べてみると、あの場所から中京競馬場前駅に戻っても前後駅に向かっても同じ時間がかかるということが判明したので、歩いて前後駅まで進むことにしました。今日は歩いてばっかりだぜ。運命のサイコロタイム。ここで豊明けとか一つ見出したら許さんで。許されるのは治療ぴったりかそれ以上だ。4以上か。ハードル高いな。確率は2分の1だぞ。6、よし。よっしゃー。久しぶりの見せ場。合計1時間以上歩いた後だったからすっごい緊張したよ。乗車するのはこの普通東岡崎行き。ではなく、こっちのホームに入線してくる急行豊橋行きです。もしあの時1で10面サイコロで出た分戻るとか、2を出して22分待つ、富士待つ、とか、3で一次で出目の分戻るとかだったら、考えるだけでゾッとするよ。最初の方に言ってた、14時くらいに終わらせてサイコロ旅3回をやろう、の目安時間の14時。もうとっくに過ぎてしまったね。それどころかまだ豊橋まで50キロ近くもあるよ。本当に18時までに着けるのだろうか。駅戻らされることになった。豊明駅を通過。やっぱり駅を通過するってのは気持ちいいもんだね。なんて今日は一日の大半を普通列車の中で過ごしてるからね。普通列車から解放されてこうやって解放してるのはいいものだね。いつも名鉄は優等種別ばっかり乗ってるから気づかなかったけど、こうやって高速で進むのってありがたいことなんだね。22分待つことなく富士松駅を通過。このチャンネルしょうもないダジャレ多いよね。見合いで折り合いとか。やめろ、それ多いよな。でも見合い駅のお題がダジャレを言おうってのもなんか気になる。見合いでお見合いを言えば一発クリアだな。果たして藤松駅の藤松がお題になってることに気づいた視聴者さんは何人いるのだろうか。これは僕もうつ主に解説されるまでダジャレになってるってわからなかったや。パッと言ってわかってもらえないダジャレってそれ一番ダメだからな。
さ、新駅に到着しましたよ。この駅はチェックポイントなので残りには気にせず行きたいでしょです。チェックポイント、これはせっかく出た出目を崩す役割をしているが、同時に悪い方向に傾いてしまった情勢を立て直す役割もしてるぜ。だそうです。船を頼んだぞ。4って、当たりか、なんか怖いな。とりあえず改札入りますか。さ、出たり入ったりしまくってるからとうとう切符の限界だったか。あれだけ寝坊出場繰り返したらそうなりますよね。あれ、いけねんじゃん。なぜかこっちの改札ではいけたよ。謎。ここで先に4駅先の矢作橋駅のお台を見てみましょうか。矢作橋駅のお台はというと、船切符ね。お台鉄道に悩んでも決められなくて鉄道につけたお台だ。まさかここでこのお台に助けられるとは。あれ、これって矢作橋駅まで進むじゃん。その後お台で2駅進んで東岡崎ついてクリアじゃん。東岡崎駅からの根の出方によっては18時以内に豊橋つけるぞ。おお、とうとう勝利の女神がやってきたか。それじゃあこの普通東岡崎行きで矢作橋駅まで向かうぜ。東岡崎駅まで行きたいところだけど、矢作橋駅が出たから一旦下車しなきゃね。新安城駅では後続の特急豊橋行きは追い越されます。これは中越橋駅で後追いで写真撮った先生だな。現時点での時刻は16時、タイムリミットの18時まではあと2時間です。これ18時までに着かなきゃいけないってルールになってるけど、まあいっか。宇都駅を出発。この駅のお台も、うとうとして車で滞在、とかいうダジャレっぽいものだったね。ここのサイコロおよびスゴロクメンツはダジャレが好きなのかよ。うとうとして車でって言っても、15分後の普通列車にすぐに乗ってそうだけどね。ちなみにこの普通列車、前後駅で撮影した車両だったぜ。今日結構そういうパターン多いね。さ、矢作橋駅に到着しました。初めて降りた。ここまで乗ってきた列車をまた倍速で見送って。下車で一緒に乗って。改札外に出てから駅舎の写真を撮ってまたホームに戻ってきました。この駅で15分待つことにはなりますが、あの2駅はやばい。当たった瞬間今回は打ち切って終了にしようかな。第1回から失敗にはしたくないから、どうしてでも回避をしたいところですね。やっぱり初回は成功させなきゃ。そうしなきゃこの企画今後ボツになるし。矢作橋駅に到着してから15分が経過しました。ここからはこの駅のお題に従って普通東岡崎行きで2駅進む、よって終点東岡崎駅まで行きます。東岡崎駅到着後のサイコロ、この企画の命運かけて頼んだよ。よ、了解しました。日が沈んでってしまった中、矢作川橋梁を渡って、音川橋梁を渡りつつ岡崎城を見て、16時30分、東岡崎駅に到着しました。それでは責任重大なサイコロタイム。お、すげえ、6やん。勝ち申した。6駅先は名電長沢駅。この駅のお題はというと、あ、またダジャレ関連ですか。このホームの長沢、長沢、と長沢がかかってるってことか。しょうもね、そんなことやめてくださいよ。やっぱりこれも宇都西公園なのよ。そうだよ。一方船尾はホームの長さを測る練習をしてるようです。誰得動画だよこれ。俺得。この駅で久しぶりのトプナンを見たぜ。と言ってもこの編成は朝見たからノーカウントだね。ここからの乗車電は6800系の普通稲駅のようだぜ。ここからは普通列車が30分に1本になるから進むのがより困難になるね。乗車する普通列車は快特の2分後にこの駅を出るのですが、その2分前の快特が4分ほど遅れていたため、東岡崎駅を出るのも5分ほど遅れました。自分としては名電長沢駅での待ち時間が減るからちょっとは遅れてもいいんだけどね。それにしても今日は1700系によく遭遇するな。この列車遅れにより東岡崎駅で快特同士が並ぶという現象が発生してたぜ。特急同士の並びならパターンダイヤ時ならいつでも見れるけど、快特同士の並びは珍しいよね。確かに。18時まで残り50分ほど。
現在は前に検査場の下を走行しています。これ豊橋駅に18時以内に着くためには口で決めなきゃいけなさそうだね。なんでこうも重要なところばかり回ってくるのか。次で6出してぴったり豊橋じゃない。確かにそうだな。でも終了時間1時間前からは場合によっては10面サイコロの使用が許可されてるから、6以上を出せば豊橋駅に18時以内に着けるね。今回は結構危ないし、その10面サイコロルール使うか。一番出しちゃいけないのが5の稲、そして4の裏口だね。今回はその2駅出したらゲームオーバーみたいなもんだな。さあ、頑張ります。そして列車は元宿駅に到着しました。本来は普通稲駅が高駅で特急豊橋行くと接続するのですが、列車遅れにより接続するためにさ、名電長沢駅に到着したね。ってくらい。最終的に名電長沢駅には定刻より10分遅れて到着しました。東岡崎駅発車時よりも遅れ大きくなってるじゃん。優等種別の遅れをなくさせるため日本がいろんなところで対比をするから、普通列車の遅れが大きくなるのは仕方のないことだね。それで箱のホームの長さを測ってくよ。長いメジャーなんて持てないし、あったとしても使ったら迷惑なので、展示ブロックの数 ×30cm でホームの長さを測ります。278枚でした。計算は後でで、とりあえず改札を出ます。いよいよ出番か。まあね、この度最後になるかもしれないサイコロの時間です。こりゃ最後じゃないね。しっかりと振り向きを決めただけですね。ダメだね。気持ちですね。これきっちり箱入れてれば終わってたのに。緊張するな。そんなにこのサイコロは駅のホームのことですよね。さすがに。それで箱んとこそ。これは10になりました。ということでここから10駅。確定で豊橋駅へ行けます。無事に終了してよかったぜ。これで18時以内に豊橋駅に着けそうだね。最後は自分のお得意技の振り直しを決めつつ、しっかりと全員をゴールまで導く。満足のいく投球ができましたね。名鉄スゴロクの旅第1回、無事に終了しそうでよかった。それじゃあホームの長さの計算しよっか。30センチの展示ブロックが全部で278枚。30×278 で、8340センチ。よってこの名電長沢駅のホームの長さは、約 83.4m ということになるね。これにてお題クリアだな。これにしてもこのうち、追加列車の角度がすごい場合ですね。それで箱のアナウンスの一つもなく静かにやってきた普通稲駅で攻撃へ。車両は6500系だね。接近車両が来てるのにアナウンスがなかったのにはびっくりしたよ。通過列車じゃなくて、停車列車だからかな。攻撃到着後はこの特急豊橋行きで終点の豊橋駅へ。長い長いスゴロクの旅の往路最後の乗車点だな。ここから豊橋までの乗車なのでもちろん一般車ですよ。この車両でやっと最後か。豊橋駅の路地を撮影。今日ほど豊橋の路地が尊く見えた日は今までにありません。普通に行けば1時間20分で着く岐阜から豊橋。今日は結局のところ7時間30分で着いたね。これは普通の日に1日フリーキップで実行するような企画じゃないな。それは思った。17時57分26秒終点豊橋駅に到着しました。制限時間ギリギリだったぜ。スゴロクの旅を終了。終わりました。なんか達成感というよりも疲労感の方が強いな。それはすっごくわかる。疲れたし帰りは特別車課金しよっか。そうだね。改札を再度入って特別車両券を購入しました。運用を調べてみるとどうやらパノラマスーパー。せっかくなので後面展望席を指定しました。後ろ向きと早い展望席には乗っておきたいもんね。そしていつも通りリニューアル車が来るかと思ったら、なんとやってきたのは大人気1030系。ここに来て乗れるとは思ってもなかったからびっくりしたぜ。それでもっとびっくりしたのが、この列車発車10分前にニューチケット買っても後面展望席の1列目が取れたんです。後面展望席とハイエー1030系の1列目ですよ。
8030系の前面展望席はめっちゃ人気だけど、後面展望席はそこまで人気じゃないのかな。ここでカメラの電源が切れたので写真に変えます。時間帯が割と遅かったから空いてたのかもな。この時間から豊橋名古屋利用する人って全然いなさそうだし。確かにそうかもね。カメラの電源が落ちたので、ここからはスマホで撮影します。名鉄旅あると大体最後の最後にカメラの電源切れるよね。名鉄全線走破の時もそうだったし。なんでだろうね。かといって直前で切れるからもう一つバッテリー買おうとは思わないし。先のこと考えてカメラ使えばいいだけだろ。あ、そうでしたね。列車はモーター音を響かせながら豊橋駅を発車。往路は約7時間30分かけてきましたが、袋はこの特急岐阜駅で金山駅までの途中駅をすっ飛ばして帰ります。飯田線ホームには373系が止まってたな。豊橋駅のホームにもたくさんの撮影者がいました。さらば豊橋駅。金山駅までバッサリカット。今回は同行者かっこ船尾の都合で名古屋駅まで行きます。1時間近く1030系の展望席にゆったりと座れるのはいいことだね。さらば金山駅。名古屋駅に着く頃には展望席の乗客は一人もいなくなり、19時8分、名鉄名古屋駅に到着しました。今回の動画は名鉄名古屋から始まり名鉄名古屋で終わるものだったな。それで8030系特急岐阜駅を見送り、展望席に乗ってく人は名古屋だと数人いたな。外から発車を取ってる人はこっち側だけで5人くらいいました。やっぱり人気だな。今回の名鉄すごろくの旅、ゴールに着いた時の達成感と疲労感は言葉にできないほどでした。視聴者さんも興味があったらぜひやってみてくださいね。って言ってもこんなきちっ旅これ見てから好き好んでやる人はいないか。名鉄サイコロの旅はたくさんの人から自分もやったとかいうコメント来たけどね。それはあの企画の考案者として嬉しい限りですね。スゴロクの旅、次は新宇沼から中部国際空港でやってみようかな。やるとしても 2day フリー切符でサイコロ旅と一緒に開催って感じかな。まあそうでしょうね。今回の動画の最後までのご視聴ありがとうございました。